はい、ええ、遠野栄です。ええー、今あ、ちょうどトランプさんのですね、えー、大統領指名受諾演説が終わったところです。えー、ただ今日この動画でお話ししたいのは、あバイデン氏の方のことなんですね。ええー、実は昨日の夜遅くからもうすでにこの情報が出始めてましたので、まあ、ああもう、 今朝にはですね、私この話しようかなとちょっと用意はしてたんですが、えーまあ、今のところまだ YouTube で私の知る限りこの話出してる人いないんじゃないかと思いますが、えー、バイデン大統領がですね、撤退表明をするもう寸前であると、まあ、こういう情報がかなり出始めております。えーで まあそれについてですね知っていることをちょっと即時的にお話ししようというのが今日の趣旨ですでバイデン氏はですねあの、まあ、先月のトランプ氏との討論会でこれしどろもどろだった以降、えー、民主党内から撤退の意見が相当出てたと、えー、マスコミからも出てたとただそれにかたくなに拒否をしていてですね でまだ昨日の夕方ぐらいの段階では、ですね、まあ、バイデン氏、絶対に撤退しないということで、この民主党の指名、普通だったら8月の中旬ぐらいにある民主党大会でやるのを前倒しして、8月の第1週でもうオンラインで指名受けてしまおうと、えこういう計画が進んでるというのが、ですね、まあ、私が知る限り、昨日の夕方ぐらいまではそんな話だったんですが。 昨日の夜、それも遅くにですね、結構動いてまして、で、その一つの要因はですね、これはま昨日の夜動いたわけじゃないですが、17日、今から2日前ですか、アメリカだからまあ1日半ぐらい前ですね、時差の関係で、バイデン氏がコロナの陽性になっちゃったという話ですね。で、ラスベガスでなんか支援者に対して演説をしていたんだけど、その直後に、 コロナの陽性が発覚して、その後の演説の予定を切り上げて、飛行機で戻ってきたと。戻ってきて、自宅で隔離されるという状況になってですね。これ一大事ですよね。で、えー、本人はだあの元気だということをアピールしてましたけど、ラスベガスで、えー、飛行機に乗る前ですね。ただ、ワシントンの近くにこの飛行機で帰ってきて、タラップを降りてきて、 で自分の車に乗るときに随分なんか手間取っててですね、なんか SP に足を持ち上げてもらってたんじゃないかなと思うような、そんなあ映像も出ててですね、かなり弱ってるんじゃないかと。まあそんな話があってですね、でバイデン氏の周辺から漏れ伝わる情報だと、まあ撤退絶対しないと言ってた割に、えー、なんかあもし、 カマラ・ハリス副大統領を大統領候補にしてトランプに勝てるのかというようなことを側近に問い始めていた。まあ、そんな話も漏れ伝わってきてたんですね。はいまあ、そんな状況がちょっと、あの体調の状況がそんな感じですね。非常に良くないと。でしかもですね、あの少し前に、えー、アメリカの放送局とのインタビューの中で 自分は絶対撤退しないし、トランプに勝てると思ってるけれども、ただし、自分に病状があると担当医の一人でも指摘すれば、選挙戦からの撤退も検討すると、まあ、撤退の可能性に初めて言及したと、えー、そういうのがインタビューの中にあったみたいですね。はい、でそれがまあコロナになっちゃったということであります。で、またあの別の角度からはですね、 あの結構こう、議会民主党の上院トップと下院トップ両方からですね、このままバイデン氏が撤退しないままですね、えー、突き進むと、この11月の大統領選と同日に行われるアメリカの上院下院の議会において、上院も議会、あの下院も大幅にいい負けてしまうと。 議員数すごい減らしてしまうそういう危険があるんだということでバイデン氏にですね撤退を勧告したというかあ、まあ、進めたということですねだから上院の院内総務ですねチャック・シューマーというこの人がまあ上院のトップ下院のトップがハキーム・ジェフェ,ジェフリーズっていう人ですけど両方ともバイデン氏にですね直接会ってで撤退を進めたという状況が出てるわけですね 周りがだんだんとこうこう囲まれていってるわけです。でさらには、の元会員の重鎮ですよね。下、え、院、ー、議長ですね、えー。もう民主党の重鎮であるペロシ、ナンシー・ペロシ氏ですね。この人はあのバイデン氏にすごい強い影響を持っている女性ですけれども、この人は今まで、えー、撤退についてあまり言及しなかったのが、ついに 撤退をもう直接進めるという情報が出てますね。もうこのままだったら負けますと。それからもう、彼女は下院の議長だったんですけど、下院の方の選挙も,これもう大敗を喫すると。だから、あなたはもう引くべきだと、えー、いうことですね。いうことを言ってで、えー、これ結構大きいですよね。ナンシー・ペロシ氏がそう言ってると。でさらにには昨日の夜遅くに えー、オバマ前元大統領ですね、だからこれはもう、おバイデン氏のまあ後ろ盾と言われてる人ですが、この人がですね、えー、もうおあなたでは勝てないと、えー、だからもう、立候補の可能性を真剣に検討する必要があると、こういうふうに言い始めました。でオバマ氏はですね え、オーカリュフ総裁の小説の中で、それらしい人物のことを、オバ・マイデンっていうふうに、え、役名を出して、書かれたみたいに、一体化してるという見方をですね、オ川カ総裁もされていたわけですね。オバ・マイデン。え、その、オバマ氏がついに、え、あなたもう撤退すべきだ、もう勝てないからと言い始めたということでですね、 まあもうこれは昨日の夜遅くから今日の未明にかけてこういう情報がバタバタと出てる状況です。で、えー、それ以外も民主党の幹部がですね、えー、通信社の方に、えー、今週中に、今日だ金曜日ですから、もう今日か明日ぐらいのイメージですけど、今週中に、え、バイデン氏が撤退の表明をする可能性が高いということを漏らしたりしてます。 だもう本当にこう周辺が囲まれてですね、今あのバイデン氏はかつてなかったほど政治的に孤立していると言われていますえ。ただ一人頑張ってる。まあその奥さんがですね、えー、絶対やめちゃダメっていうかくなに言ってるというか、家族がそういうふうに言ってて、まあ一説にはここで大統領から降りてしまうと、バイデン氏自身がですね、結構この司法的にこの危なくなってしまうといろんなところで突っ込まれてますから、 えー、これで自分の身が危ういというから必死にこの固くなり拒ばん、んでるんじゃないかという観測もあるぐらいですね、えー。ただまあそんな状況です。で、さっきのナンシー・ペロシ氏がですね、最新の情報では、この下院議員に対してバイデン大統領がですね、近く説得に応じて撤退を決断する可能性があると、ここまで話したと。 これがまあ私のところに入っている最新情報です。もうだから撤退するよという話まで出てるということですね。まあそういうことなので、ええー、まあこれはもうおほぼ確実なんじゃないかなという見方をしております。ただまだ、あえー、おトランプ氏がですね、受諾演説をして、このお共和党の大会が終わった後に、 この撤退表明するんじゃないかという観測も出てますから、もうそろそろ出る可能性があるという状況ですね。はい。それが、あ現状であります。で、だったらその次どうなるか。もし、バイデン氏が撤退表明したら、大統領選は大きく新たな展開に入るわけですけれども、じゃあ、その後誰か。まあ、バイデン氏はどうもカマラ・ハリス氏を大統領候補にして勝てるのかと。 言ってるところから見ると念頭にハリス氏があるみたいですけれども一方でハリス氏でも勝てないんじゃないかと、えー、カマラ・ハリス氏は、まあ、その無能さがもう,もうみんなにバレてしまったという説が結構有力で、えー、とにかくまあ今のバイデン氏のバイデン政権の政策決定にもほとんど絡んでいないと今のバイデン氏の政策決定,あの決定はバイデン氏の側近の チームバイデンでほとんど決めてしまって、副大統領は蚊帳の外で何にも決められてないというような状況らしいですね。だからまあ実力がないと見られてると。だからカンバラ・ハリス氏が出ても勝てないと。となると、もっと人気のある人物はあと一人だけで、ミシェル・オバマ氏ですね。はい、この人の名前が挙がっていますで。昨日の夜遅く、オバマ氏がもうバイデン氏に降りるべきだと言ってというところから、 ひょっとしたらオバマ氏はもう妻のミシェル・オバマ氏を出そうとしているという可能性もあると思います。で、こっちが出てくるとですね、まあ以前、あの、アメリカに大人気のテイラー・スウィフトという人もですね、このミシェル・オバマを応援してなんかいろんなイベントするんじゃないかという観測も出てましたから、まあこのケースが今一番トランプ氏にとっては手ごわい相手になるかもしれないとは思いますけれども、ただまあ、あの、 トランプ氏の,この支持率がごずっんと上がって、共和党の中でもですね今回の暗殺未遂の後の彼の勇敢なパフォーマンスですね、戦え、戦え、戦え,戦えというこのパフォーマンスでもう、いわゆる共和党の中での政敵的と言われていた人もどんどんとですねあのトランプ支持を表明してますから、まあ、かなりトランプ氏強くなっているんで。 まあこういう状況でバイデン氏がもし撤退表明して新たな展開に入る、うんまあ、こういうような状況、今寸前のところに来てるんじゃないかというのがですね、まあ、現状であります。まあ、私はまあ何度も言うようにトランプ氏が返り咲くことがアメリカにとって一番いいことだし、世界にとってもいいことだと思っていて、えー、バイデン氏がまあなっても、それからあもしミシェル・オバマ氏なんかがなってもですね、 同じことが続くだけで、バイデン政権と、決して良くならないという立場であります。まあそういうことで、最新の状況をとりあえず第一方的にお伝えをいたしました。